はい、どうも皆さん、こんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、長野県の小室市にあります、サイフォンのお店、サイフォン堂さんに来ております。6月からオープンのお店なんですけれども、こちらの、有名サイフォニストさんの中山さんに、これからね、こんにちは。よろしくお願いします。サイフォンを教わりたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カズマックス君にサイフォンをレクチャーする時が来るとはちょっと思わなかった。いよいよこの時が来ました。いよいよ。お願いします。使うのはこのビームヒーターですね。ビームヒーターですね。ハリオのやつ。ハリオです。縦パネルを調整できる。おー、タッチパネル。そうなんですよ。これで沸かして、寝室中、保温の時、ストップ。サイフォンのこう魅力っていうか、いいところってどんなところになるんですか？はい、もう香りが華やかになってその余韻が長いところです。入れてる時もものすごい香りますしね。そうなんですよ、香気成分が出てくるし、味わいでも感じて余韻にも長く引きずるところがいいところです。難しいところとか、あとはポイントとかってありますか？やっぱり攪拌っていうものをやるんだけど、それ次第で味がすごく変わるので、そこが難しいけれども、一番面白い。あ、腕ですか、要は。そうですね。サイフォンは、はい、よく入れますか？普段はそんなにはやらないですね。うん、たまに週に一度とかそのくらいのペースで。いいペース、いいペース、やってみますか。はい、お願いします。サイフォン右利きですかね？右利きです。はい、じゃあ左手で持っていただいて、はい、お湯を入れます。ここに印を打ってあるので、一番上のこの黒い、はい、印まで入れましょう。はい、いいですね。こんなもんですか？水平にして指をチェックしてみましょうかね。はい、いいですね、さすが。はい、ぴったりです。ありがとうございます。そしたらこのビームヒーターの一番左、加熱ボタンを押します。はい、おお、知ってたのに、おおって YouTube 力ですね。 YouTube 力ですね。じゃあ温めてる間に、はい、フィルターをつけていきましょう。わかりました。こちらですね。はい、はい、上からポトンと落としてみましょうかね。ポトンと、はい、で引っ張ります。引っ張ります。フックがついているので先に引っ掛けます。はい、この先にチェーンの先から入れていただいて、はい、でこのスタンバイするときはガラスの上に、ここの縁の上にゴム一番下を押さえておきますね。はい、わかりました。転がっても大丈夫です。はい、これは温めておくためですか、この上の部分も？これは先の沸騰石って呼ばれる、はい、チェーンがフラスコの中につくことで、沸騰が起こるんですね。あ、つまりチェーンが。そうなんですよ。これ今沸騰しかかってる状態がなんとなく目視で分かりますよね。チェーンから泡が出てます。はい、チェーンがついてるところから泡が出てくるんですけど、はい、これで沸騰の勢いを確認できるんですね。沸き具合が分かる。これがないと今出てる泡はもう出ません。あ、本当だ。沸き具合が分からない。あ、チェーンが触れることで、そこから、温まっていくとどんどんこう沸騰の勢いが上がっていくんですね。知らなかった。なので入れないでずっと温めといて熱々になっていきなり入れるとボコーってお湯吹き出します。このチェーン大事だったんですね。このチェーンはね、大事なんですよ。ではこちらの棚の中にコーヒーがあります。今 200cc のお湯を入れていただいたんですけど、はい、それに対して 13.5g、ちょうどいいぐらいじゃないですか。準備は OK ですか？ OK です。はい、ではこちらのガラスを片手で持って入って粉を入れましょう。この状態で。はい、はい、です。入れました。はい、それをお預かりします。ありがとうございます。軽くちょっと鳴らしていただいて。鳴らしていただいて、はい、はい、そしたら差し込みます。そうです。はい、 OK です。はい、この時に強すぎず弱すぎず、入れてちょっと押すぐらいで大丈夫です。わかりました。はい、じゃあこのヘラを持ちましょう。はい、はい、ではヘラ入れていただいて、はい、はい、混ぜます。ぐる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 っと、ま
まだ行きます、まだ行きます、まだ行きます。はい、OK です。ヘラオ君に置きましょう。はい、では、火力をちょっと弱めます。これで20秒経つのを待ちます。わかりました。上手ですね。あ、本当ですか。上手。ありがとうございます。いい香り。結構やってるな。え、いや、そんなことないです。これ結構やってるな。じゃあ、20秒になります。はい、ストップを押していただいて。はい、ストップ。火を止めます。ヘラを持って。はい。もう一回混ぜます。はい。はい、OK です。はい。これ結構やってますね。上手上手。いい感じですか？いい感じ。美味しいコーヒーができるかな。僕が最後にさ、このボコボコのっていう瞬間に生まれた。生まれた。あ、生まれた。生まれた。生まれた。いや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 。いいですね。所作も綺麗で。あ、本当ですか。はい。動きもスムースで。はい。じゃあここ熱いんで気をつけていただいて、はい、ハンドルを持っていただいて、はい。はい、で軽くちょっと中のコーヒーを鳴らすように。はい。で右手を添えて、はい、この時上に引くんじゃなくて前後左右にポキッと折るような感じでやると簡単に外せます。はい。じゃあここに立てましょう。チェーンの先から入れていただいて。はい。はい。ではもう一回戻します。戻します。はい。これで出来上がりです。出来上がり。ありがとうございます。ちょっと僕ももらっていいですか？このコーヒー。あ、はい。ぜひぜひちょっと審査。ではこのコーヒーを2つのカップ用意しましたので、はい、そこに注いでいただいて。はい。上手だったね。ですね。ね。上手だったね。やばい、スコアシート持ってこなかったなとか言って。大会の。やめてやめて。怖い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 。テクニカルジャッジ風に。いいっすね。できました。できました。カスマックスくんのサイフォンコーヒー。イエーイ。おう、おう、おいしそうに飲むな。本当ですか？そのいや、おいしいっすよ。その笑顔が甘い。これ月明かりっていう名前のコーヒーなんですけど、はい、夜に月が光ってるイメージ、うんうん、満月ですね。あの、合格点ですね。合格点ですか？大丈夫ですか、うん、ちゃんとあの夜の感じ、うんうんうん、だけどその暗い夜じゃなくて、うんうん、ちゃんと明るい夜、うん、うち来る？え？サイフォンで送る YouTube やばくなったのね。でもね、一個だけ言わなきゃいけないのが、はい、サイフォンしかないんですよ。ああ、そっか、そうですよ。サイフォンカズマックス君全部やるから。あ、それはうちでやります。いやー、美味しい美味しい美味しい。やっぱポイントとかをタイミングも教えてもらいながらやったからですよね、うん、こっからもっと美味しくしようと思うと、うん、1回目に混ぜたじゃないですか。はい。あれね、もうちょっと混ぜると甘い。あ、うん、やっぱ攪拌の具合なんだ。そうなんですよ。でもこれ全然許容範囲なんですよ。ここでも、ここでも本当に出せよかった。あ、よかった。やった。やっぱり最初は、うん、サイフォンって本当に初めてやる人は勝手がわからないんで、はい、攪拌遠慮しちゃうんですよ。ああ、やっぱりもっと出すべきものが出てないコーヒーになっちゃうんで、その遠慮がなかった分、うん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 、なるほど。そこは思い切りを持って。サイフォンが最初、こんなにやっていいかなって思うぐらいの気持ちで、うんうんうん、うわーってやった方が意外と美味しい。サイフォンってもうそもそもこうサイフォンっていう器具自体もそんなにまだ一般化されていないし、うん、ご家庭にそんなにあるものでもないし、うんうん、どうやったらいいのかなってイメージが湧かない人が多いと思うんです。そうですね。でもドリップってなんとなくずっとこう注いでるイメージだし、うんうん、やっぱそこに腕が出るんだろうなみたいなイメージもあると思うんですけど、うんうん、サイフォンってなんとなくで混ぜて終わり、どこをどうすればいいんだっていう、うん、ハテナが多いと思うんですよ。分かんないポイントが多い、うんうんうん、それに短い時間でいろんなことが進むので焦っちゃうんですよ、はい、うんうんうん、だってこんなに美味しいんだもん、サイフォン、うん、僕ほんとこんなにサイフォン美味しいと思ってなかった、うん、最初。そうそうそう。僕もそうだったから、さっきの話ね、はい、うん、やっぱり美味しいサイフォンに出会えるところが少ないから、やっぱり飲んだ人がサイフォンっていいんだって思える機会が少ないんでね、やっぱそういう機会をこれから、うんうん、僕たちも増やしていきたいなと思うんですよ、うん、はいはい、やっぱサイフォンにしかない味わいってありますね。ありますね。この飲み終わった後、うん、会話してると奥からもわーって香り湧いてきますね。うん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 、これです。わかります。この猫の
油分感がすごい好き。いいですよね、この口当たりのいい感じが。いや、こうやってなんかね、あのお店の外でも、うん、こんなクオリティのサイフォン入れられる人がちゃんといるって嬉しいなと思いました。いや、もう教わったからですよ。うちでもできるように頑張ります。ちょっとだけ違う気がする。やっぱりでもこのちょっとが遠いんだろうな。濃度感がちゃんと続くし、うん、甘い。甘いですね。です。あのさっき自分で入れた感じ、柔らかいし軽くて、まあ、美味しいんですけど、これと比べると今もうちょっと薄さがあったような気がする、うん、なんか出てない感じが。そう、サイフォンって最初やっぱり攪拌の加減が難しいので、はい、ちょっとね、薄い方向になりがちなんですよね、うん、いや、ちょっと変わっただけで全体の印象が違う。いや、うまい。うまい。さっきより確実にうまい。サイフォンで一番難しいのはこの甘さ感を出すのが難しいんですよ。そうなんですよ、本当に最初に中山さんに入れてもらったコーヒーが、あ、サイフォンってこんなうまいんだっていう純粋な驚き。別に偏見とかなかったけど、あ、もううまいんじゃんみたいな。で、ビームヒーターに入れたことによって、うん、ちょっと近づけたような気がしたんですよ。夢を見れたというか。ここからだな。さらにこうだんだん上に行けば行くほど、もうほんのちょっとの違いなんですけど、うん、でもそれがなんかこう、うん、キラッと差を生むというかね。中山さんのお家に来れば美味しいサイフォンのコーヒーが飲める。ぜひ。ではほうじ茶を入れていきます。ほうじ茶、はい、ちょっとね、お茶はコーヒーみたいに微粉がないので、はい、金属フィルターでね、入れていきます。ちょっと世の中にないまだ開発途中のものです。おお、ではサイフォン版茶こしってことですね。そうです、サイフォン版茶こしです。まさにそうですね。すげえ。お茶は最後の一滴までこう急須でも絞り取りますよね、はい、なので紙とかネルみたいなものだと吸っちゃうんで、金属フィルターで最後までフラスコに香りのエキスをバキュームさせてあげる。あ、なるほど。ほうじ茶は比較的抽出温度が高いお茶なので、はい、サイフォンでもすごく相性がいいです。あ、じゃあ入れていきますね。はい、お願いします。お茶だ、お茶だ。お茶だ。不思議。茶葉を少しね、お湯になじませるために、攪拌っていうほどじゃないんですけど、お湯に全体にこう浸すとか、火力はマックスのまま、これで1分待ちます。あ、おー、蒸らしてる。
そうです。やっぱ茶葉はすごく香気成分が出るんで、あのこの中にある香気成分がすごくいい香りするんですよ。それを閉じ込めてあげる。でバキュームの時に一緒にその香りも吸わせる。コーヒーの時にかぶせてもいいんですか？コーヒーの時にね、やる人もいますよ。やっぱコーヒーも香気成分があるんで、それを逃さない。サイフォンは最後にバキュームして、ここの香りと一緒に全部中に入っていくので、逃さずにそれもバキュームさせるっていうアプローチも全然ありです。で、1分経ちました。で、バキュームが早いんでね。おお、早い。いい香り。これがもう丸ごと入ったわけですね。そうです。でしかもバキュームするんで、ここの空気がこの茶葉のまだ香りを持って下に落ちていくんで、サイフォンはそれで香りがすごく液体に広がっていくんですよね。じゃあお待たせしました。サイフォンと、はい、ほうじ茶ですね。当然最初は熱いんで気をつけていただいて。わかりました。でも温度が下がると甘くなってきます。ありがとうございます。おおいい香り、ほうじ茶だ当たり前なんだけどすごく違和感なんか一気に輪になった感じがします。一気に輪になりますね。でしかもこの仕切りがいい感じで、本当に目の前で、はい、私に作ってくれますって感じが、なんか超高級小料理屋に来たみたいな、なんかあるじゃないですか。そうですね、一枚板でこうカウンターで大将と挟んで喋りながらみたいな。そうでも店構えはすごい開放的だから入ってきやすい感じはするし、来たらこう一つ区切られてくる。そうですね、カウンターなのにちょっと個室感があるというか、パーテーションは最初からこういう感じにしてたんですか？なんかこうイメージ的に。サイフォンのお店ってよくガラスの板前に置いてません？あります。あれ、あの熱の遮断と吹きこぼれた時のガードなんですね。でその機能性を持たせつつ、コロナ対策で提供時はこちらが話すので、顔の前に持ってきて提供して、飲む時はお客さんがあのマスク外すまでしてあげます。おしゃれですよねそうなんです、コロナ対策なんですけど、あんまりお店に行った時に対策感を感じないっていうか、そうなんですよね。そう、なんか最近のコーヒー屋さん行くと、やっぱり後からパーテーションをつけたから、つけましたパーテーション感がすごいんですよね。そうだよね。あ、なんかしょうがないけど、時代的になんかもったいないなって感じがして、仕切られましたみたいな感じがするから、仕方ないんですけどね。僕らも逆にコロナの中でお店を出すんで、もうそれはもう当たり前で、だけどそれをどういう形に作るかっていうのは、あのすごく考えましたね。障子っぽい感じがすごいなんかおしゃれ。いいですよねよし、じゃあいい感じで冷めました。はい、カズマックス君好みの温度になってきたと、甘い。いいですよね。甘い。サイフォンで入れたほうじ茶、初体験ですね。いいですよ。美味しい。アイスコーヒーにしても美味しいし、アイスコーヒーじゃなくてアイスほうじ茶にしても美味しいし、ミルク入れてほうじ茶ラテにしても美味しいし。やっぱり共通するのは、飲み終わってもっと温度下がってきた時に特に感じるのは、やっぱり余韻、香りの余韻が長いっていうのはコーヒーと同じ。やっぱサイフォンの特徴ですね。本当いいよね。クイックイって飲むよね。そうですか。なんかコーヒー好きな人って別のこう嗜好品系というか、そうですね、飲み物とかありますよね。好きな人多いですよね。ワインとかもそうだし。そうですね。バーテンダーさんも実はアルコールそんなに飲まないんだけど、コーヒーが好きとか、そういう他の嗜好品は飲みますっていう人もいますよね。なんかそういう感じはなんか。この業界というか嗜好品業界ありますよね。なんかいい感じの料理食べた後って感じ、本当にですよね。だからなんかコーヒー屋さんに来たってイメージで終わらないんですよね、なのであえてなんたらコーヒーとか言う必要はうちにはなくて、香りに満たされて帰る。すごい満足感がある
コーヒーもお茶も美味しいです。ありがとうございます。サイフォン楽しみ尽くした感じがあって。いやありがとうございます。すみません、サイフォンも教えていただいて。いえいえいえ。ちょっと動画見返しながら自分でもあのコツとか研究します。ぜひ。いや、本当美味しかった。ありがとうございます。こちらこそ。またお待ちしてます。あ、はい。また変なんで、また来ます。ぜひぜひ。ね、近くなりましたからね。コーヒー飲んだ後、お茶飲んだ経験初めてです。あ、でも意外といけますでしょ。うん、美味しい。締まった感じがします。すごい。お茶の後にコーヒー飲むっていうのも僕嫌いじゃなくて、まあその日の気分でどっちで終わらせようかなみたいなのもありですね。特にさっき飲んだコーヒーがあの、柔らかかったから、コーヒーってやっぱりまだ世間一般で強いっていうイメージが多分あるから、コーヒーはコーヒーでしょっていう、全然ありですね。ありなんですよ。一緒にあっても、うん、面白い新体験でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来てください。